今回視聴者さんからリクエストあって、今回ねシンプルイズベストテンプルイズ神社なんだけど、ここに隠れてこうかなと思って、見てほらコスターすごくない？うわすごい、うわ浮いてんじゃんこれ。どうも、さそうです。ということで今回もスプラトゥーンやっていきましょう。今回もねスプラトゥーンクルーマってここからおられたらちょっと待ってくださいあ終わりや、この世の終わりだね。今回はスペシャルなし、ビーコンなしのねスペシャルスプラトゥーンかくれんぼバージョン1のルールでやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。で今回、ね、スペシャルなしということでラクト使っていこうかなと。やっぱラクトのね塗りの味をね知ってしまいました。ラクト気持ちいい、ラクト気持ちいいということでラクト使っていこうかなと思いますよ。今テンション高いですからね、皆さんスプラトゥーンの DLC の情報来ましたね、やっとサイドオーダー。いやなんだかすごい不気味な感じでね、なんかなってて、いやめちゃめちゃ楽しいんだけど、まあ、僕がこうテンション高いのはまあそれもあるんだけど、一番ね僕ね新しい機材買ったんだよね。スピーカー買いました。なんとお値段6500円、やばすぎ。いやー6万円のスピーカー買っちゃいましたね。あのさあそうだよ、あんまり僕のこと知らない人多いと思うんだけど、僕実はあの別のチャンネルでね、あの先月あのボカロ曲投稿しました。こんな感じの曲そうですか、ぜひ皆さんに聴いてほしいんだけど、僕ね音楽作るのに最近ハマってまして、音楽ってさみんなさあのスマホのスピーカーとかイヤホンとかいろんなで聞くじゃん、車のスピーカーとか、なんかそのいろんなスピーカーってやっぱ音色違うけど、それを平均化した音、どんな場所でもあの平均的に音で聞こえますよっていう音が作れるようになるスピーカー、モニタースピーカーって言うんだけど、モニタースピーカーをね買いました。いや6万のスピーカー買っちゃったねマジで、ゲーム始まっちゃうねマジで、いくぞレッツゴー。さあ今回ただ塗るだけのゲームだからね。いやマジで僕もさあのね超あの中学生の頃に初めてねあの自分のイヤホンヘッドホンか買ったんだよね。カゲロウプロジェクトに憧れて、カゲロウプロジェクトのキドに憧れてヘッドホン買ったんだけど、いやその時はねあのヘッドホンとかさ、ヘッドホンコーナー行くと今なんか1万円のヘッドホンとか売ってるじゃん。いやもう高いと10万円とか、そんなんか誰が買うねんって思ったけど、私が買ってますいやじゃあ全然ねなんかやっぱね違うんだよね音が。いいもの買ってずっと聞き続けてたらやっぱ違いに気づくというか、なんかね多分ね5000円のイヤホンと100均のイヤホンは全然めちゃめちゃ差があるんだよね。あいるいるいる、はいさよなら、はいこんにちはということでね、1万5000円くらいのイヤホンと10万円のイヤホンってあんまり差がないんだよね。だから大体ねあのあいるん、大体1万5000円くらいのイヤホン買っとけばもう正解ではあるんだよね。だからみんななんかいいイヤホン買おうと思うんだったら、まず最初にね10万円のイヤホン買うんじゃなくて、あのとりあえず1万5000円のイヤホンを無難に買うのをおすすめします。はい、まあ一気に急うわよしよしいや超順調すぎる。いや急にね10万円のイヤホン買う人いないと思うけど、いや本当にねおすすめです。本当になんか1万5000円くらい超えてくるとマジで本当になんかもう好みの域領域に達すから、これは個人の見解なんだけど、これなんか音楽のなんか偉い人が聞いたらめちゃめちゃ怒られそうだけど、僕的にはそう思ってます。だからみんなあの イヤホンとかね1万5000円以上のものをねちょっと買うと、もう正解なんで本当に。いやーマジで今回あーびっくりした、あ、あれ何人倒した今、ここ怪しいな、ここ怪しいわ、ここかっこ、あいるいるいる、ちょっと待っているはいこんにちは、はいこんにちは、はいはいこんにちはやった、いてーいてー、ちょシャツいたか、シャツいたか、なんだこいつら。いやーマジ今回謎のイヤホンオタクの話になっちゃったわマジで。じゃあ僕が使ってるイヤホンはねこのイヤホンですね、おすすめです本当に。はい、ということでサバさん全員キルさせていただきました、ありがとうございます。いやもう全然雑談する余裕まで出てきちゃうからね、ちょこいつら何なんだよこいつら。さあというか2回戦目やっていきましょう。いやーラクトやっぱすごいね、すごくすごいわ、強いわラクト。お兄さん、あシャープマーカー使うのね、シャープマネオ。なんかさシャープマーカーネオのことをさ、なんだっけシマネって呼ぶらしいねシャープマーカーネオってシマネって呼んでる人がいてさ、なんかこの間スプラトゥーンの配信見てたらなんかえシマネってやシャープマーカーネオってシャープマネオじゃないんだと思ってさ。いや僕はあまりスプラトゥーン上級者じゃないからさ分かんなかったけど、シャープマーカーネオってシマネって呼ぶらしいね。それは置いといて、今回視聴者さんからリクエストあって、今回ねシンプルイズベストテンプルイズ神社なんだけど、これね今回ここに隠れてこうかなと思って、見てほらコスターすごくない、立ち上がったらおすごい、
お、お、すごい、浮いてんじゃん、これ。大丈夫？あかん。おい、どこ立っとる？どこ立っとるの、そこ。おい、どこ立ってるの、それ。おかしいでしょ、どう考えても。これ、どこまで行けんの、これ。あ、結構、うわ、じゃあ、立ち上がるとダメー。おぉ、そう、これはすごいわ。あ、結構、うわ、あー、ちょ、待って、一人回線落ちしてるわ。あ、一人回線落ちしてる。ちょっと、やり直そう、やり直そう。さあ、ごめんなさい、やり直しました。ちょっとね、一人ね、闇地じゃないわ。なんだっけ。な、あ、この人。あ、やばい、な、ココナッツ畑がね、スイッチの不調で、急遽スタッグ、急遽参加できなくなっちゃったから、それね、代わりにね、チャーハンさんを呼んできました。代わりのね、チャーハンさん呼んできました。いや、ありがとうございます、マジで。あ、感謝、ちゃんかちゃんかですね、本当に。感謝ですわ、本当に。いや、ちょっとね、参加いろいろね、スイッチ直そうとしてさ、みんなでね、協力したんだけどね、ちょっと、20分くらい苦戦してて、今回どこに隠れようとしたんだっけ？あ、思い出した。ここだ。普通に素で忘れてた。あれ、ちょっと待って。ここだよね。ここです。ここにね、隠れようとしたんだよ。そう、忘れてた。さあ、この超ギリギリ隠れていこうかと思いますよ。ちょ、これ。よいしょ。この辺。よいしょ。うわーみんないいわ。めっちゃいい感じに塗ってるわ。いいね。こうね、電信柱の、このね、角っちょに隠れていこうかなと思いますよ。ということでね。どうなんだろう、ここね。さあ、始まる。おーっと、やみち、ちょっと、やみち、ギリ間に合う。よし、ギリ間に合う。やみち、どうした？急に、めちゃめちゃギリギリでやられたぞ。やみち、ギリ間に合ったってことにしとこう。さあ、行くぞ。お兄さんが、シャープマカネを、島根使ってます。島根言いづらい。島根県在住の人、ごめんなさい。今どこ、チャーハンが上にいるね。で、庶民の味がいて、あ、これ庶民の味やばくないか？大丈夫？どうなってんのこれ。なんか庶民の味と一緒に乗られなかった。あ、厳しくないか庶民の味、厳しくないか。ん、あれ、あ、待って、あれ、ちょ、あれ、あ、チャーハンやられてるわ。え、あ、ちょ、待って、庶民、気づかなかった。チャーハンやられてんじゃん。いつやられてた。マジで気づかなかったんだけど。チャーハンやられてました。あと庶民の味もやられました。あと僕と闇市だけ。え、早くない。待って、マジチャーハンやられてたの気づかなかったんだけど。さあ、あと残り1分48秒。お兄さん、ちょうど、あ、いいところだね。真ん中に塗ってればいいところ。ちょうどね、時間配分しっかりしてんな。ちょっとこの時間が、タイムが真ん中になってるあたりで、こう真ん中行き始めてんのは、だいぶね、時間管理できてますね。はい。やばい、こっち来てる。結構塗ってるわ。結構、なんかでも塗り雑だな、ちょっと。なんか、もうあれだな。時間短縮、これもう隠れ家リスポンチにいるだろっていう。いやー、そうだよね。もうそこから塗り始めてるわ。いや、闇地やばいわ。闇地やられました。やばい。あの、これ1分7秒。いや、お兄さん完全にやってるわ、これ。もう隠れ家リスポンチにいるだろうっていうね。魂胆。これ見えますね、これ。やばい。あの、これ1分。こっち来ないで、マジで。頼む。角っこ乗らないでほしいね、角っこ。なんか知らないうちになんかさ、なんかここにいたはずなのか、左に寄ってたわ。なんか勝手に左に寄ってた。危な。身勝手の左色になってたわ。やべ、来た。怖っ。なにこれ、ライチンステップしてた、今。怖い、怖い。なんでライチンステップ、なぜですか。お、あー、あらー。うわ、一瞬耐えると思ったのに。あ、全然ダメじゃん。何してん。うわ、マジかー。いや、一瞬耐久できるかなと思ったんだけどな。ダメでした。いやー、悔しすぎ。こういけると思ったんだけどな。一瞬さ、ほら。いや、こうやってさ、立ち上がってさ、バレないかなみたいな思ったけど、バレましたね。あ、じゃあ、押すな。おい、さ、誰押した人。許さねえ、マジでこいつ。うわ、なんかめっちゃ集まってる。なんか、ということで、今回もスプラトゥーンクラブやってみたわけなんですけど、今回はね、シンプルイズベスト、テンプルイズ神社の場所に隠れてみたんだけど、いや、普通見つかっちゃった。一瞬耐えきれるかなと思ったけど、お兄さん見逃してくれませんでしたね。しっかりと僕がイカ状態解除したのね、見逃しませんでした。いやー、一瞬いけるかなと思ったけどね、甘くないね。リクエストしてくれた視聴者さんありがとうございます。ということでね、ぜひ皆さんもね、僕のツイート、YouTube のコメント欄で募集してます。あとね、Twitter の DM と、あと、インスタグラムの DM でもね、隠れ場所募集してますので、よかったら皆さん、僕にメッセージ送ってください。ということで、この面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。スプラトゥーンクラブは僕の Twitter アカウントで募集しますので、参加した方はぜひ僕の Twitter フォローして、チェックしてると嬉しいです。また見てください。それでは、バイバイ。